長春教長春教は、中国の政治家。四人組の一人であり、中国共産党中央政治局常務委員会委員、国務委員副総理を務めた、三島省の出身。最南の正義中学を卒業すると、中国国民党の外機関に職を得て、その援助で雑誌を主催したり、文筆活動を展開。1935年に、上海へ出るも、露人から批判され、 1937年に災難へ戻りさらに沿岸に赴き抗日活動に従事。翌1938年に中国共産党に入党して進むさつき日報、新赤門日報各市の編集長を歴任。中華人民共和国成立後は解放日報の編集長、上海市常任委員、宣伝部部長、上海市初期候補などの役職に就く。 1958年にブルジョア法建思想を排除せよう発表し、毛沢東に絶賛された。翌年には上海の党委員会に赴任し政治研究室主任や宣伝部部長を歴任。1966年に後世の引きで中国共産党の中央文革省その副組長に抜擢され、翌年には王公文、楊文言と、 相はかって、上海市政府と上海市党委員会の首脳部を、球団、失脚に追い込んで、文化大革命の発動に関わった。その後も、文革の公用に伴い県政を振るい、1969年4月の第9回党大会で、党中央委員に選出され、同月28日の共産党、第9期中央委員会第1回全体会議で、 党中央政治局委員に選出される。1973年8月30日の第10期地中全会では党政治局常務委員会委員に選出。1975年1月17日の第4期全国人民代表大会第1回会議において国務院副総理に任命され、同年より中国人民解放軍総政治部主任を務めた。 1975年にブルジョア階級に対する全面的独裁についてを発表し、プロレタリア独裁理論学習運動を発動した。毛沢東の死後の1976年10月6日に4人組の一人として逮捕され、隔離審査されることになる。1977年7月の第10期三中全会において、国民党特務分子として非難され、 党籍を永久に剥奪された上で、党内外の一切の職務を解任された。1981年1月、最高人民法院特別法廷で、執行猶予2年付き死刑判決。法廷では、目標貫く。1983年1月、無期懲役、終身の政治権利の剥奪に原刑。1997年12月、懲役18年。 10年間の政治権利の剥奪に再原刑を受けた。1998年1月、健康状態を理由に仮出所。2005年4月21日、胃がんのため88歳で死去した。中国共産党、第9届中央委員会委員は候補委員名、単中国共産党、第9届中央委員会第一次、全体会議候補中国共産党、 第10届中央委員会第1次、全体会議広報中華人民共和国全国、人民代表大会広告中国共産党、第10届中央委員会第3次、全体会議広報中国共産党、第10期中央委員会第3回総会の広報。ありがとうございます。